Outlook のその他の機能としてメモと Outlook Today Gmail の追加方法を紹介します。メモ機能を紹介します。ナビゲーションバーで3点リーダーアイコンをクリックしてメモを選びます。画面がメモに切り替わりました。メモを追加してみましょう。ホームタブから新しいメモをクリックします。 ご覧のような画面が表示されました。こちらにメモを入力します。メモの入力ができたら、閉じるボタンをクリックします。メモを追加することができました。一行目に入力したテキストがタイトルのように表示されますので、何に関するメモなのかがすぐにわかります。メモのアイコンをダブルクリックすると、 内容の追加や編集ができます。次にメモの検索について見ていきましょう。ここではご覧のようにメモを追加しました。メモを開いて内容を確認しなくても、入力されたキーワードを検索し、特定のメモを探すことができます。検索ボックスに検索したい語句を入力して検索を実行します。 メモがリストアップされました。ダブルクリックで開きます。メモの内容に検索した語句が含まれていました。このように多くのメモを作成しても、検索機能を利用すれば、素早く目的のメモを探し出すことができます。検索結果を閉じるをクリックします。メモのアイコンの表示に戻りました。 なお、メモはアウトルックが最小化されていてもデスクトップに付箋のように残すことができます。任意のメモをダブルクリックして開きます。この状態でアウトルックを最小化します。ご覧のようにデスクトップ上にメモが表示された状態になります。メモのウィンドウの大きさは 自由に変更することができ、自由に配置することができます。Outlook には Outlook Today という機能があります。Outlook Today では、その日に登録されている予定やタスク、メールの情報などをまとめて表示できます。Outlook Today を表示しましょう。 メール画面でフォルダーウィンドウに表示されているアカウント名をクリックします。すると表示が Outlook Today に切り替わります。予定表、タスク、メッセージの3つの項目が表示されています。予定表では今日や今週の予定が一覧で確認できます。そしてタスクが期限とともに表示されており、 メッセージにはそれぞれのメッセージの件数が表示されています。Outlook Today を Outlook の起動時に表示させ、その他のカスタマイズを加えてみましょう。右上の Outlook Today のカスタマイズをクリックします。Outlook Today のカスタマイズウィンドウに切り替わりました。スタートアップの起動時に Outlook Today を開くにチェックを入れます。 メッセージではメッセージ領域に表示するフォルダを選択できます。予定表では予定表領域に表示する期間を選択できます。タスクでは表示するアイテムや期限や重要度など優先して表示させるフィールドを選択できます。 そして、スタイルでは、Outlook Today のスタイルを変更できます。カスタマイズの内容を反映するには、変更の保存をクリックします。Outlook で Gmail も受け取れるようにしましょう。ファイルタブを開き、アカウントの追加をクリックします。 メールアドレスの入力欄に g メールのアドレスを入力します。接続をクリックします。確認画面で次へをクリックします。パスワードを入力してログインをクリックします。スマートフォンでの本人確認を促されます。 スマートフォンで確認後、スマートフォンから返信したをクリックします。アクセスのリクエストを確認し、許可をクリックします。アカウントが追加されました。完了をクリックします。新たに Gmail のフォルダーが追加され、Outlook で Gmail を利用できるようになりました。 誰でもわかる Microsoft Outlook 2021は以上で終了です。Outlook 2021の基本的な操作方法をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。